先日ココイチに行った時のことです。私が行ったお店はカウンターの向こうが調理場になっており、目の前に壁もないので調理場が見通せる作りになっていました。カウンター席でカレーを食べていると、調理場にいる店員の女の子が棚にある荷物を取ろうとして私に正対しました。ただ棚の位置が高かったのか、一生懸命背伸びをしなければいけないようでした。するとどうでしょう、ちょうど私の目の高さにはその女の子のおぱーいが、一生懸命プルプルする女の子、目の前にはおぱーい。体が熱くなったのはカレーを食べてたせいだよね、ドラク。おっぱいか、おっぱいね。日常生活において、ラッキースケベを経験することが、まあ言ってみればですよ、悲しいことを言えば、年を取れば取るほど機会がなくなる。まあプラス俺は危機感を覚えるよ。どういうことですか、危機感を覚える。だって、何かあったら人生終わるって。そう、それもある。だってこの世知辛いよ。やらなかったっけ、電車で、山手線でさ、代々木駅でガタンってなった時、俺の隣に立ってたアズニャンみたいな髪型の女が俺の胸の方にポンって飛び込んできた時に、俺人生終わったと思ったんだって。大丈夫って震えながら声で言って、大丈夫って言ったらスーッて離れたから、あ、よかったと思って。だってなんかあったら俺捕まってたもん。なんですかね、もうちょいおおらかでもいいんじゃないかと。いやー、まあでも凶悪事件っていうのがほら、一件でも起きるとさ、警戒するのは分かんのよ。だからね、厳罰化すればいいんですよ。じゃないとほら、女性専用車両とかできて、さらにこう男女の溝が深まるじゃないですか。そうだね。あえて結局その厳罰化がないからこそ、ああいう風になっちゃってるわけですね。あ、でも面白かったでしょ、女性専用車両どう思いますかって言って、なんかそれなりに見てくれの綺麗な子が最後、いや別に気にしてませんって言ったのが、そのニュース映像は俺も見ましたけれども、あれ悪意あると思う。悪意ありすぎだよ本当に。そういう映像が撮りたかったのかって思うぐらい、まあ、そういう映像が撮りたかったんだと思いますけどね、面白すぎだろうと思って。でもラッキースケベをね、はい、ラッキースケベとして楽しめない世の中なんてね、世知辛いですよ。いや俺は嫌な緊張感が、嫌な心拍数が上がるね、ほんま。なんかあったら終わるっていう、本当だよな、セクハラで訴えてやるぞって俺が逆だったらって言わなかったっけ、後輩の子に私とブラジャーを見に行ってくださいって言われて俺が断ったんですよ。前聞いたかな、それ逆だったら俺訴えられるぞって言って、まあ、逆だったら杉田さんが、俺のパンツを選びに行ってくれないかって言ったのも同じですよね、それ捕まるわ確かに、世知辛いね。でも男からしたらそれラッキーでしかなくないですか。いや、でその後俺下着屋さんに一人で行ってみたのね。なんで。いや男が行っていいもん、行っちゃいけない場所だと思ってたけど、いやそれ言って、なんでその縛りプレイを。そう、トゥドゥドゥドゥン、トゥドゥドゥドゥンって、あのシティハンターの緊張感のある曲とともに一人で行ってみたのね。なんで。で店員さんに、男来ちゃいけないとこですかって聞いたら、いや結構そういう方いらっしゃいますって言われて。いるんだ、杉田さん勇気すごい。って言いながら、なんで女に誘われて行かないのに一人で行くの。興味が湧いてさ、どんなとこなんだろうって言って、あ、ちゃんと試着するんだとかね。ガブラシャ一緒に選んでくれて、なん、どういうシチュエーション、どんな、前世でどんな得積んだ、そんなこと言ってさあ、知らね。いいなはい、じゃあ次行きましょう。